水谷豊さんと伊藤蘭さんが来月放送の徹子の部屋3時間スペシャルに出演。禁断の結婚秘話を初告白です。結婚した当初、僕に対して急に冷たくなった助監督さんが何人かいたんですね。なんか蘭さん不安だったんだと思うんですけど。考えてみれば、あの蘭ちゃんと結婚しようっていう時に全ての男を敵に回すっていう、そういう覚悟はありました？ありましたね。ありました、うん、ですから、その当時歩いてる時に後ろから誰かが走ってくると、おっと、なんかされるんじゃないか、振り返るぐらいの。わかりますよ。そういうものはいつも襲いかかられるんじゃないかっていう、そういう構えはしてました。ずいぶん警戒されてたようですけれども、あの収録の時には2人の結婚 VTR が流されるサプライズもあって、かなり驚いていたということです。来月の4日、一部地域を除き放送となります。以上、エンタメでした。